はい、こんにちは、拓郎と申します。今日はちょっと昔に戻って、不等式の証明。二つの文字式の代償比較してくれって問題です。大きい方から小さい方を引けばいいですかね。どっちがでかいか検討してみましょうか。A イコール B の時は等しいですけど、例えば、A は正なんだけど、限りなく小さい数代入して、B イコール1にしましょうか。そうすると、 左はルート2。右のやつは、ね、2の3乗項になりますから、分母が小さいんで、数としては、おそらくこっちの方がでっかそうですね。右引く左を計算していく方針でいきましょう。 こんな風になるんですけど、3分の1乗と2分の1乗、立方根と平方根があると計算ができないんで、両方6乗しちゃいましょうね。3分の1を6乗して2乗、2分の1を6乗して3乗となります。で、分母を消すために両方8倍しときましょう。この引き算をしますと、うまいこと計算がいきそうです。ということで、これを展開していきます。 うまいこと分数もなく計算ができそうなんで、このまま展開していきます。整理しまして。 はい。こんな風になります。ここの次が難しいんですよね。ここでの見方をお伝えします。僕はこういう風に見ました。最初も確認した通り、A イコール B の時、こ,この式は0になるはずです。それもそのはず、係数の合計が1-34-31ですから合計が0になってるからですね。なんで、 A イコール B の時0だから A-B で割り切れるはずですよね。対称式、A と B を入れ替えても変わらない式ですからね、ねこれは交代式っつって A と B 入れ替えると政府が変わる式ですんで、これ対称式にするためにおそらく A-B の2乗で割り切れるじゃないかなっていう疑いが濃厚になってくるわけです。割り算してみましょう。これ同時式。 正次式って言ってね、全部6次式でございますからね、ケ、えー係数だけ取って割り算しますね。ちょっとわかりにくいんですけど、ここが A の6乗。この0っていうのは A の5乗 B の係数ね、ね。0ね。で、ここが A4 乗 B2 乗ね。ここが A3 乗 B3 乗ね。ここが A2 乗 B4 乗。ここが AB5 乗。で、ここが B の6乗です。で、この1マイナス2、1っていうのは A2 乗マイナス 2B プラス B の2乗の係数ですね。で、不安な人はこの式そのまま筆算してもらっても構いません。はい。じゃあ、いきますね。まず、1がたって、ね、2がたって、 ね、ここは0ですね。次に2型あって、最後に1型って。ということで、割り切れますね。ね、ここが A の6乗、これが A の2乗ですから、ここ A の4乗ですね。だから、ここの章は、A の4乗、ね、2A3 乗、B っていう風に章が書けますね。 こういうふうに筆算します。ちょっとスペースの関係上消します。ごめんなさい。ごめんなさいね。よいしょ。はい。ということで、ここは0以上ですね。A、B、次数ですから0以上ですね。A と B が異なる場合は正の数です。ここは全部正の項ですから正ですね。つまり、ね、0以上っていうことが言えます。左の項が右の項以上であることが言えます。 ということで両辺8で割って6乗根を取ってあげればよろしいね。両辺正の数ですからね。はい、ということで3分の1乗の方が基本的にはこっちの方がでかいんだけど A イコール B の時は 等ししいいよっていう風に大小を比較することができました。はい、まとめ。意外とね、見た目よりは難しい問題だったのかなと思います。これね、実はね、微分とかに持ち込むこともできるんですけど、ちょっとね、大変なんですね。ちょっと大変なので、最小式の計算乗用の定理ということで、基本を大事に解くという方が、まあ、帰って楽だったのかなと思います。ね。で、今回は使わなかったんですけど、ね。 両方とも正の数で同時式ってね、全部の項の次数が同じだから、この二つの項を最初から A で割ってしまって、えー、こういう風になりますよね。で、そしたら、この A 分の B を文字で置き換えてしまって、 X は正の数になりますからね。文字を一つにしてね、比較するっていうのも一つの手だったのかなと思います。この方法もね、他の問題で使うんで知っておいてください。はい。今日の授業は以上です。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。